どうも山上です。さあミレニアムタワー前です。最終決戦に向かうとしましょうか。仲間たち準備はね、できる限り整えて、いや、やり残しないようにってさ、カムロ町地下ダンジョンとかバイトクエストとかコツコツこなしていたら、経験値バチボコにもらって、バチボコにレベルが上がってしまいました。まあいいでしょう。始まってしまえばもう、ラストまで突っ切るだけだと思うので。行くか。行くぞ、春日一番。この日を待っていたんだ。向かいます。昼間に入っちゃって、大丈夫かな？いよいよ最後の戦いだな。もう準備は大丈夫か？逆にどう？大丈夫そう？いや、行こうか。大丈夫だ。よし、行くぞ！ミレニアムタワーで最終決戦だ！開票選挙。天野圭一、当選確実。久米壮太。神奈川2区、久米壮太。これリアルタイム？まあそうだよな。ワンチャン春日くん当選しちゃわないかな、ストレートでって思ったけど、そこまで甘くないよな、選挙って。開票が終わって、都知事も駆けつけるのか、ミレニアムタワーに。誰だ？ニックだよ。おお、ニック。一番、いよいよ乗り込むんだね。ミレニアムタワー。見てるんですか？ん？なんだよ。見えてんのが俺らのこと。コミジュルですか？そう言っても差し支えないかな。部下からユーたちのムービーが送られてきてるんだよ。へえ。はあ。それで？2時間前に天童もタワーに入ってきたそうだ。間違いなく彼はいるよ。おう、一番の予想通り。おう、マジか。よし、ありがとうよ。ただし、そこは魔王の城だよ、一番。そして天童は最上階だ。ユーたちの計画がうまくいくことを陰ながら祈ってる。オーケー、サンキュー、ニック。見上げてる仲間たち、いいな。いやー、緊張。うわ、魔王の城、これこそ魔王の城。よっしゃ、行くぞ。行きましょう。来たね、ニック。ニックの会社は肩着の会社ですか？はん、盛大なお出迎えだぜ。みんな、用意はいいな。行くぞ。行きましょう、最上階目指し。おい、いきなりか。バンバンバトルだ。ねえ、来るね。東京大見連合さんよ。うーわー、行くか。よっしゃ、俺から行っちゃうよ。いけるぜ、いけるぜ。勇者のギガスイングでどう？レベル上げてきてよかった、よかった。このメンバーでどうでしょうかね。できるだけ、緊張するな、大丈夫。俺たちにはこんなに力強い仲間がついてるんだから。はい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 、もういいよな。全速力で向かいましょうや。天童さんがお待ちかねだ。よっしゃ。いや、天童さん戦うの初めてだよね。何が苦手な人なのか早めに知らせてほしいね。よいしょ、オッケー。あと一人だ。余裕だな、この野郎。俺たちは温存なんて言葉を知らない。ポコンポコンでいけ。よっしゃ、いけそういけそう。雑魚ならいけそうだ。最上階が天童さんで、来るよな、兄弟喧嘩。来ないなら来ないで、あたいは大変ありがたいけれども。青木都知事も駆けつける。成長していこう、こんな時でさえな。全部倒せたようだな。油断するな。こんな調子で上まで続くのかしら。いや、さすがにそこまでじゃないだろう。だが俺たちが来ることは想定済みらしい。まあ、この先どんな罠が待っているかわからねえ。みんな気を引き締めていこうぜ。
おう、気を引き締めてな。そうだよな、まあ、どんどんレベルが上がっていくのか。うん、俺は貧乏症だから全部拾っていくぜ。ほら、こんな時でさえ身をもらう。生きて帰ってマスターにお弁当にしてもらうんだ。謎の身がすごい落ちてる。オッケーか、もう何もないか。よしよし、デリエルとかも呼んじゃうんだからな。こっちには伝説の国土をみんなついてるって強い気持ちでどこかでお披露目できたらなって感じです。呼び出しちゃうか。こっちじゃダメだ、こっちで。お、いきなり最上階まで上がっちゃいなよ。みんな乗れる？ハンさん調査も乗れた？ワクワクすっぜ。おう、お、声出していけ。みんな部活動と同じだ、こんなもんな。よしよしよし、よし、ケーキ箱ありがてー。あ、いた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 。でも俺は全部を見ていくぜ。何もないな。待ち構えていましたな。うわぁ、ここは普通に片木さんのオフィスなんじゃないの。わ、綺麗ね、夜景が綺麗よ。ほらみんな見て、ちっぽけだな。星一つ見えないな今日。あの雷鳴は春日くんの妄想じゃなくて本当になってたのかい。天候が悪い。よし、来るぞ来るぞ、行ってやろうぜ。ナンバー走れ、ドーンドーン。なんか落ちてるじゃん、拾えない。お、来い来い来い、こんなもんかよ。あ、また俺のギガスイングを食らいな。お前だお前だ、はい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 、もうはい、勇者強くなったな。いや頼もしいな、ナンバー。くそくそ、こんなちょレベル上げすぎたかな感が否めないですけれども、私はこれぐらいポコポコ勝てた方が安心するので大変ありがたいですね。過去の自分に感謝です。よしよしよし、あーもらえちゃうな。メンバー交代する？いやいいか、このまま行っちゃっていいか、順調だもんな。よし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 、なんか外にいるのか。え、あ、見つからないように行けパターンか。これは見つかるな。オッケーオッケーオッケー、あそこに向かえばいいんだな。ん、待って、こっちの部屋は別に行かなくてもいいのか。行かなくてもいいけど行ってみるか。ほれ、あ、なんだあいつ、極道か。極道には見えないヒートテックを着ている。あーやだ、本当に無駄なことしちゃったんじゃない私。うるせえ、まあ、弱い弱い、いけるいけるか、こいついけんのかこの小部屋絶対来なくてよかったよな。札束をどうぞ、札束をどうぞ。よいしょよいしょ、オッケー。なんだよ、余裕じゃないか。 MP の管理しっかりして。大丈夫そうだね、オッケー。よしよし、なんか貴重なアイテムがもらえる。あー、ガス玉、これ投げるといいよってことなのかな。うーん、わ、綺麗なオフィス、何もないのか。あー、この銀行もらえるってことね。雷電のお守り、電気タイプか。天童さん電気タイプなのか、そういうことか。まあ、もう満タイです。行きましょう。はい、こっちはマジで寄り道でした。あ、貧乏症なんでね、今回も全部拾っていきたいと思いますけれども。ちょっとキョロキョロしながら行くぞ。ドキドキするもんな。ここは開く。うー、見つかってる。あ、突っ込め突っ込め、春日一番。いや、まだな、デリヘルに頼るほどでもない。お前たちにダイゴちゃんを呼ぶなんてもったいないもったいないもったいない。ギガスイングでもう全部いけるな。全ての問題はギガスイングだ。チョウさんどうする、いけるか。 MP 回復しとくか、こんなやつには。こんなやつにはさ、よいしょ、はい、オッケー、ナイス。素敵すぎ、この奥で。はい、しかし妙に荒れてるな。確かに、さっきから薬とかサプリメントの瓶が転がってるんだけど。ええ、この先に何か言いやがるぜ。ええ、拾ったか。あ、サプリメント、ここはもともと何なんだ、薬屋さんなんだ。サプリメントだからやってんな、天童さん。ドーピングか、元プロボクサードーピング案件か。そういうことするか、するようなおヤクザさんだもんな。この先か、本当に荒れてる。しっかり棚に戻せばいいのに床に置く方がおかしくないか。はい、うわ、あ、でかでかでかいやついたな。これは強敵だぜ、みんな行くか。でも俺たちを襲ってこない。先手必勝、ドン、行け。あ、謎の男たち、近江連合ではあるんだよね。
また、いやーくー、なるほど、はい、なるほど、なるほど、そうやって、あー俺のナンバーばっか狙う、俺の番、もう行っちゃうか、こういうところで私は出すのよ、デリバリーヘルプ、いいの、いいの、もう全然いいの、誰呼んじゃおうかなっつって、近江連合さんでいいんだよな、どうしてやろうかな、もう久々にゴロちゃん呼んじゃうか、行け、ゴロちゃん、2000万持ってる、あと20回は呼べるぜ、ゴロちゃん、デリバリー、よろしく、サクサク行こう。天道戦までは全ての力を使う。ゴーロさん、キャー、こっち向いて、うー、じゃ春日くんが今ミレニアムタワーで決戦してるってことも登場会レジェンドメンバー知ってんのかな。祈っててくれてる、呼び出しちゃってるけれども、くー、かっこいいよ、最高だぜ。どうもこれもう一網打尽にしちゃうかな、死んじゃうよな、ごめんなさい、オッケー、ありがとうな、眼帯のノリの良さげなあんたが頑張ってくれました、よし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 、この調子でいこう、オッケーオッケー、ほらほらほら、先にどんどん、なんで先に行くの、足立っち、ちょっと待ってよ、俺じゃん、俺が先頭歩きたいじゃん、そういうタイプじゃん、春日一番、ほう、あ、来るか、もう次来るか、行くぞ、13回じゃん、まだ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 だぜ、うん、お、ほうほうほう、いいね、ちょいちょい挟まれるエレベーターシーン、ここ何階だ、25階だ、刻んでいくね、あ、何階だっけ、50もっとあったっけ、はん、うん、あそこ、あ、ここに回復スポットがあるということは、この回を乗り切ればなんだかんだ近づくな、ボス戦に行ってやろうや、無駄な喧嘩は避けてった方がいいのか、そらそうだろう、避けていく、ああ、もう銀行がありがたい、うん、こいつらは戦うしかないやつらだもんな、分かったよ、いいよ、遊ぼうや、ああ、3人か、たった3人で止められると思ってんのか、メンバーそろそろ交代するか、でも行っちゃうぞ、ほら、お得意のギガスイングだ、おいしょおいしょ、あー、まあ、ピカピカ、あー、決めれるか、よし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 、もう OK です、超天狗、最高だな、最高だ、普通のもう絆技とか出す暇なく倒せちゃうんですけれども、大丈夫でしょうか、サクサクすぎてマイッチングだな、でも天道戦の前にしっかり気を引き締め直さないとな、こんなヘラヘラしながらいける相手だとは思ってないよ、なんだお前、なんだ、一人か、一人なのか、強いのか、一人だ、変な人だ、わわあ、ダークスイーパー、わあ、祈りを捧げている、あ、なんかいた、あ、おい、お前ら、お前ら、この野郎、いや、ええとりあえず祈りを捧げてるところ申し訳ないけれども、宗教的問題にはなかなか口は挟みづらいんですけれども、何なんだこいつ、早めにやっといた方がいいな、もう怖いよ怖いよ、おいじゃあ、はいはい、オッケー、はい、ここ終わって、ほう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 、この奥に進めばいいな、ここは倉庫か、倉庫だけど、この無駄な空間は何なんだろう、もっと荷物が置けそうだけどな、田中、避難経路で、あ、おっと、階段発見だ、このまま階段で、階段、まさかここから最上階まで登るの、まあそうなるかもしれないな、足がきついよ、さっちゃんヒールだしね、他に方法がないんだ、仕方ねえだろ、張り切って登っていこうぜ、ウィース男の子順番でさ、おんぶしててあげた方がいいんじゃない、ヒールで階段は結構きついわよ、きついわよ、よし、え、このさ、このどうぞ、メンバー交代しておく、他のメンバーもさ、私に切らせてくださいよっていう反順義がいたりするんじゃない、まあいいか、とりあえず行って、行くか、来るか、来ない、まだドドンって来ないね、え、ここ最上階まで来たのかな、いや最上階もっと上があるんだろう、ええちょっとチーム入れ替えますか、せっかくだもんな、みんな出たいよな、みんな出たいっ
って思ってる？ほら、出てない3人を出してみて。ほら、女子会だね、女子会だね、ハン様。はい。で、なんか急に怖いな。ちょっと階段登ったことで一味違うんじゃないか？敵の皆さんもよ。なんだこれ、入社説明会か？胃が痛くなるぞ。よし。の、なんか落ちてるわけでもなく、ただっ広いな。4人か？サエコ見せつけてやんな、あんたのお仁義をよ。ほら、このアイドル姿でっていうのがまたグッときますね。罵倒だって、ハン様に罵倒だと。ああ、ハン様、ハン様、俺を罵倒していいのは孫妃だけだみたいなこと？ちょっと許さないんだから、うちの藩に何て言ったのよ。藩に罵倒するとこなんてないでしょうが、バカチンガ。ほら、エリお姉ちゃんが倒してあげたよ。藩、こっちおいで。大丈夫？そうか、罵倒に弱い。この回もまあそんなに雑魚の大見さんしかいらっしゃらないのか。じゃあ突っ切るしかねえな。道を開けてもらおうか。こんだけ暴れてたら天童さんにも知られているんだろうな。来ましたぜ、春日一番がっつって。はい、エリちゃん、大人数に聞いてくれると大変ありがたい。もう一人です、テンション上がりますね。ほら、ハン頑張りなさい。ハン、ハン、ほら、お得意の、うわー、スタンガンが似合うぜ。あい、あい、あ、いいよ、麻痺させちゃって。ハン、やるじゃん。孫妃にしっかり言っとくね。ハンが敵を麻痺させてくれましたよって言ってね。よし、奥に進ませてもらうぜ。ここにも敵が嫌がりますね。はあ、これを過ぎたらもう最上階。あら、あら、外国人さんもいらっしゃるのね、近江連合。あー、強くない？あ、そうやって真っ先に春日くんを通り過ぎて女の子狙った。あー、もう信じられない。そういうところだ、近江連合。よし、えいしょ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 、お仁義に弱い。ほーら、舐めたらあかんぜよ。よし、あ、なんだこの銃弾が、撃ち合いだ、撃ち合いだ。バカめ、バカめ。なら私も撃たせてもらいましょうか。ほれ、拳銃が苦手ね、覚えたわ。ういーよ、いいね。でも俺はチャカを持ってないので札束でいきます。マネーオアチャカ、マネーマネー。よし、あとちょっとだ。もういいよ、最高。いっちゃいな、いっちゃいな。怒ってんでしょ、いっちゃいなよ。なんで挑発されたらそこまで怒るの。はい、あとちょっとだ、エリちゃん、いっちゃうか。事務員を舐めたらあかんぜよ。オッケー。ここ、あ、またエレベーターで、またエレベーターに乗っちゃえばいいのか。お、ちょっと違うか。来たか。あ、なんかこの構造懐かしい、懐かしい。あったあった。ああ、ああ、ミレニアムタワー、うわー、あったよな。ここに改札があるとか昔の私言ってた。今も言いそうになった。くー、うん、パスなしで、ここ越えたらさ、セコム鳴るんじゃなかったっけ？大丈夫だっけ？あ、鳴らないわ。セコム解除。はぁ、あ、うわぁ。そうだよな、何回も来てますもん、私。何回も来てますから。大丈夫？ヘリコプターは襲撃してこない？うん。いえ、見慣れた光景なんだよな、春日くん。任せな。来てるな、お近づいてきてんじゃないぞ、この野郎が。俺たちは今、ハン様と夜景を楽しんでいたところでしょうが。いけるね、いけるよ。あー、やっぱ結構長いね。そらそうだ、最終決戦だもん。お、傍観野郎が、傍観野郎がよ。お、おんのこら、おんこら。よそ見してんじゃないわよ、エリちゃんを見な。エリちゃん、エリちゃん好きです、エリちゃん。よし、この上か。うわ、この階段も、ま、ま、見慣れたもんよね、あたいたちは。うわ、すごい銀行。はい、全部もらう、全部もらう。なんだなんだ、こんなにいきなりさ、アイテムが置いてあるということは、このおしゃれな階段を登ったら来るのか。やったぜ。どうなんでしょうか、皆さん。開けてみるか。やったぜ。うわ、ちょっと防具新しいのもらったね。誰かつける？やっぱ春日くんにつけといた方がいいかな。ああ、ロマンの、ああ、勇者っぽいじゃん。勇者じゃん、こんなの。俺つけといてよかった、みんな。ありがとう。みんな最強装備をオートで。はい。はい。はい、どうぞ。ああ、いいね。みんなどんどん。はい。防具、武器は揃えてきましたけれども。どうなんすかね。
まあ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 、金に物言わせて強くなりましたけど、何か問題でも。行こう、この上、この上、あ、この階段な、重なるよ、道島の竜とあんたの背中が重なるよ、ボーン。ほら進むぜ進むぜ。はいはい、ああ来てますね来てますね、長いですね。おい、はあ、ああ、ここは大丈夫か本当に。あ、なんかトラウマが、ね、ヘリコプターは用意してないか、近江連合やめてくれよ。もう本当ピカピカ光るのがさ、ヘリなのか雷なのか。ああ、あ、金のがありがとう。大丈夫本当に、天気が悪いだけ。雨は降ってる感じしないけどね。なんだよ、思い出にふけってんだろうが、行き。いや、カズガ君にも当てたね最高。何か嫌なところでもあった？まだ浮気を許してなかったりするのかしら。それはごめんって、その説はごめんなさいって。謝ったじゃないの。イヤホイ、気持ちいいぜ。ガンガンにガンガンに勝ち進めるとやっぱ気持ちいいですね。うん、ヘリコプターが来ないならゆっくり行こう。ゆっくり行くな、天童さん待っとるよ。開けてみるか。あ、こんな迷路みたいな、あ、回復ポイントがあるわ。こうぐるーっつってね、敵の影が見せてくれなくなっちゃったじゃない。あー、いや、あー、変わってないね、ミレニアムタワーの中もね。ここら辺で来たな来たな、コックさんが待ち構えているんじゃないか、戦えるコックさんがよ。いないんだ、失礼します。あ、しっかり椅子まで準備されて、ここで回復していきなさい、スポットだ。おいしい、よしよしよし、回復させてもらえた。シックスでキルちゃんがソメアと戦ったところ、あそこ代々登場会の、というか極道さんの事務所として使われるフロアってことか。あ、ごめんね春日くん、何のことかでしょ。ちょっと独り言だから聞き流しといて、できれば聞いてほしい、相槌ぐらいは。ああ、もう、ああ、マジでずっとヘリコプターが怖いんだけど、私だけ？私だけだよね。嫌なトラウマがある。大丈夫？もううち安そうじゃんね。ヘリコプターが来たらこんなの格好の的だよ。行こうぜ、行こうぜ、突っ込め。何か落ちてないか。何も落ちてないし、誰もいないの。こんな道開けてもらっちゃって。いたな、おい、そんなところに隠れていたのか。一人か、一人なのか、かわいそうに。一緒に戦ってくれる仲間もいないのか。いるのか。あ、奥から来てるじゃねえか、なんてこったよ。ごめんなさい、仲間がいないとか言ってごめんなさい。どう、みんなに当たる？当たれ、当たった、はい、そう。刀ではぬ、ならばメロメロ台風で相手の攻撃を封じておくのが大変ありがたかったりする。おい、あ、バカめ、ほらバカめ、ならばもうポコンポコンで、ほれほれ、最古の鉄槌。あと一人ですね、ハン様、テンション上がりますね。テンション上がりますねって、別にテンション上がんなくても言っちゃうようになっちゃった、どうしてくれる。あんたの口癖が映っちゃったんだけど、まあこんだけ一緒にいたらな。そうだよな、私もゴロちゃんと一緒にいるとき、エセ関西弁がめちゃくちゃ上手くなったもんね。まあ言うてもエセなんつってね。あ、来ないな。青木亮の名義でヘリコプターチャーターするぐらいたやすいと思うけどな。はいはいはい、それ拾うよ。あー、めちゃくちゃ虫落ちてる。はあ、これも拾って。うわ、高所恐怖症には厳しいね。大丈夫かな。うん、よしよし。でもういいのか。この上だよな、そろそろ来るよな、この上じゃない、そうだよね。いや、はい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 、ああ、ああ、ここ、あ、ここ最上階ではなかったか。ここでね、やり合ったもんね、キリュウちゃんと染谷拓実は。ああ、シックスをご覧ください。そうだよね、このフロアだったよね。そうだったっけ、ここに大きいモニターがあってさ。あー、へー、そうか、まだか。回数をあんまり覚えていない。ぐるーっつって、あ、ここは一直線パターンか。そうか、っていうことはあそこで仁王立ちしている2匹の子猫ちゃんが強いんだと思う、ハン様。いけるか。あ、睨んでんね、メンチ切ってんね、ハン様。
私の敵ではないですねって声が聞こえる。行こうか。ぶっちぎれ、行け。アーミネーター、アーミネーターだ。あー、ボガボガボガ、全部ミス。バカバカが、バカ誰が。あ、じゃあこっちも行ってやるんだからな、行ってやるんだからな。弱い方から消していった方がいいと聞いている、聞いている。おばあちゃん、うわうわ、へえ、こいつらにもやっぱメロメロ台風がいいんじゃない。サイコありがとう。サイコどう、聞くかな、聞くのかな。あー、そうか、メロメロになったらあいつはほっといていいか。ちょっと目が覚めるまで。どんな感じ、刀は効く感じ。まあここに登ってくるまでにレベルも上がって体力、ああ全然ダメでした、ごめんなさい。下がってこい、ハン様来い。ああ、ギガスイング、勇者の技は何だって聞いちゃうよな。あいあい、いいぞいいぞ。ああ、うわ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 、目からビーム出した、目からビーム出した。いいな、こいつ仲間にしよう。春日君必要だ。どうやって、あ、そのヘルメットかぶれば、これも、あ、やばい、ごめんね。目からビーム出したことに騒いでしまって申し訳ない。打撃の方が良かったりしましたっけ。奥さん、奥さん、また目からビーム出してくんないかな。終わっちゃうぜ。破壊光線だ、破壊光線だ。うわー、かっこいいぞこいつ、超好きだな。そんなことして大丈夫、やけどはみんな大丈夫、熱気に苦しんで。よろしくないね、早くやっちゃわないとね、あいつからね。ラピッドショットはどう。ほら、ラピッドショット、ハン様はラビットちゃん。よし、もう逆にポコンポコンでいけないこいつ。何が逆なのか。あ、いけたね。で、カスガッチ、なかなか苦戦させてくれてよ。おいおい、決めるー、ナイス、はい、ナイス。目からビーム、俺もそろそろ出せないとダメだよ、勇者勇者。ええ、この奥、あ、ここもエレベーターつながってんだ、それは知らなかったです。大丈夫か、回復そろそろするか。来るときは来るって言ってくれるかな、天童さん。次のフロア行ったらいきなり天童です、天童陽介ですとかなる。でも行くしかないよな、サエコ。オッケー、行こう。この先にて、あ、行ってくれる、よかったよかった。さてどうしようか、ちょっと待って、あ、ちょっと作戦会議だ。誰で行くのか、このままで行く、いや火力全開で行った方がいいのか、いやどうだ、回復役、いやこのままで行けそうじゃない。どう、出たいかな、超天佑とか目立ちたがり屋さんだよな、そうでもないかな。ちょっと回復だけはして、回復だけはして、このままのメンバーで行こうか。よし、体力 MP 満タン、いけるか。いけるのか、このメンバーで。あー、とりあえず後々考えよう。後々とか言ってる余裕あるのかしら。いや進むしかないよな、俺たちは前を見るだけだ。ゾクゾクする。おお、両翼が開けて勇者が真ん中からっていうのが、ほう、荒川組、音声データは見つかりました。よう、探し物は見つかったかい、天童。荒川真澄殺害を命じる青木亮の声、そないなもんあったところで何の証拠にもならんで。それでもあの人にとっちゃあっちゃならねえもんだ。だからあんたまで借り出されたんだろ、ご苦労なこった。そういうことかいね。どうやら分かったみてえだな。花からなかったんやな、そのデータは。沢城の頭は若を相手にそんな真似はしねえ人だ。てめえにも若にもそんな気持ちは理解できねえことだろうがな。せやったら踊れらの狙いは、そうかい、このわしっちゅうことかいの。どのわしをここへ引きずり出したかったっちゅうわけ。蒼天堀じゃ、本気であんたを味方だと見誤っちまった。ああ、あの荒川のおやっさんでさえな。一
人を騙しとるもんは自分も騙されてるとは思わんもんや。けど荒川真澄がまがいもんやったおかげでわしにももういっぺんてっぺん取るチャンスが回ってきたんや。ボクシングじゃかなわんかったてっぺん取るチャンスがな。感謝しとるんやで天道。てめえ、せやさかいあの日胸に穴開けたあの人が息を引き取るまでわしゃその目をじっと覗き込んで見届けてやったんや。荒川がこの世の最後に見てたのはこのわしのとびっきりキュートな笑顔や。それはわしからの感謝の気持ちのプレゼントやったんやで。ふざけんなクソ野郎。うわ、行こう遊魚ちゃん。クソか。せやったらソープ生まれのどん底育ちの我は何や。え、春日一番。まあそれがここまで来られただけでもええ根性しとる。褒めといたるわ。せやけどこれでしまいにせ。来る？何？竜、竜、竜、竜なん？最後にてっぺん飛んのはこのわしやで。踊れの成り上がり話はここまでや。竜なんだ。そうなんだ、行こう。関西の竜取り消せよ。おやすさんがまがいもんだったって取り消せよ。行こう。いやいや、うわうわ、うん、強い肉体。それ元プロボクサー、やばいね。どうする。まさかあの天道とやり合うことになるとはな。なあ、そういや蒼天堀でもそんなこと言ってたな。そこまでのやつなのか。やつの現役時代はボクサーとして強さ、スター性、全てが揃っていたよ。スター性。正直俺が見たことある人間の中で一番喧嘩したくない相手があいつさ。ああ、どんなやつだろうと関係ねえ。許さねえぞ天道。そうだよな、行くしかないよな。うん、まあレベル分かっているわ、レベル分かっている。これ荒川組、あーすーごい木。うわすごいね、極道の追い目といってもこんな綺麗な、こんな広いフロアを使っていたんですね。行こうか、行くしかないな。うん、1対4か。ふんふんふん、下っ端を小賢しく連れてくるみたいなことはしないんだな天道さん。クーキュートな笑顔でこんにちは言ってみます。刀系からとりあえずもうガンガンに火力全開で攻めてってみてもいいですか。どうですかエリちゃん。エリちゃん、うん、ま、刀じゃないかもしれない。ジャストガードは決めていくわ。ちょっとサイコ、サイコなんとかしてくれないか。サイコあざといポーズとか聞く。いやでも天道さんのキャラ的にな、あざといポーズが聞いてしまったら私の中で解釈違いだったりするかもね。えそうだよね、解釈の一致。クソクソクソ、刀じゃないか。どうだ、拳銃系か、何系を、あ何系の仲間で行けばいいのか早めに教えてもらっても。えいへいへいへい、もう勇者が行くし。あー勇者どうする、なんか号令はかけとく方がいいか。早めにな。そうだよな、攻撃力は上げといた方がいい。行こうぜ行こうぜ仲間たちで。あとはみんなガード。はい、竜の予告。何予告された。え、今からお前を殺すってこと。こりゃ強烈なのをやる気だぜ。え、キルユーって、キルユーって言ってる。ああ、正面に立ってるやつは注意しなくちゃな。え、でもどうしろってのよ。ねえガード、とりあえず防御だ。はい、身を守ることに集中して何が来てもいいように警戒しとくんだ。はい、正面にいるのって俺ですよね。俺ですか。あ、俺ですね。俺のことずっと見てますもんね。じゃあ他の人たちは、え、防御してなくていいのか。全員防御したく。いや、え、ちょ待って待って待って、竜の予告、え、即死 KO パンチ来るのか。ちょ教えてよ、
教えてよ、おじいさん。おじいさん、ああ、え、春日くんだよな。え、まあいい、まあいい。え、なに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 、まだ防御をしてない。おー、してない。おいおい、あ、まあそんなもんじゃん。え、誰を狙ってる今。正面ハン様か。ハン様のことか。ハン様のことか。メロメロ台風。え、守備力下げ、とりあえずできることはしていっとく。防御まだ何もしてないよ。何、え、王者のコンビネーション。あー、うえ、いえ、いえ、いえ、容赦ない。詰めるね。相手は女の子です、女の子です。ギャー、炎だったりするか。ちょっとメンバー変えるか。違う人たちの違う技を試していくしかない。炎は王者のコンビネーション。そうやって、そういうことするね。ミスだね。なんだ俺たち、容赦ない。詰めるね。ハン様に、あー、うわー、全然ガードできない。ごめんな。とりあえずさっちゃんには回復させといてもらって、ハンス様交代する。どうするか。ちょっとありがとうな、ハン様。派手に行くよ、派手に。高一はドゥ、どうだ、肉体は負けていないか。あ、ありゅうの、この後か。この後になんかやべえ技が来る。え、もう怖くない？すぐ来るじゃん。誰見てる？足立を急に狙ってる。ちょ、派手技やっとくか。ムービー技、テレフォンヌンチャクの極み。おー、行こう。ううさて、一番成果の備品でドン。どう、これはなかなかじゃない、なかなかじゃない。ほら、女だからってなめんじゃないわよ。どう、素敵。おー、無理だ、ダメだな、全然ダメ、全然。竜の前、舞うじゃん、舞うじゃん、舞うじゃん。何、舞うじゃん、舞うじゃん。ギャーギャー、なんなんだ。全然お互い削り合ってさ、スイングはどうなんですか。打開策が何も見当たらない。また予告された、予告ばっかしてくる。まあ、時間かけりゃ倒せそうだなって感じはするけど、時間かけって言ってもいいものか。強いもんない。詰めるよな、そうやってな。ピエリちゃん、エリちゃん変えて、天佑か。電撃試してみる、ナンバッチいいか。はい、また初期面に戻っちゃいましたけれども、守備力を下げ、やった。女ばっか、女子供を傷つけるのか。そうやって最高のパンツが見えそうだ。危ない。見えてもよし、見せパンですか。また予告だ。春日くんさえいなくならなければこのパーティーはなんとかなると思うからな。こんなのはどう、こんなのは。電撃は電撃だ、電撃ということは撃っちゃうぞ。サテライトレーザー撃っちゃうぞ。やめてください、ごめんなさい。また舞だ。なんだ、予告でもしっかり予告してくれるのは、それがスター性というものなのかな。で、もういいようかな。ちょっとデリヘル頼んでみてもいいか。電撃系を、いや、ちょっと見たいよな。マサルッチ、止めてくれ、この怪物を。頼むよ、見せつけてくれ。電撃が効くということは分かったんだよな。でも言うてもだよな。おお言ってください。さて、今日の喧嘩相手。渡瀬組組長、渡瀬勝。行くで。なんかもうその二人で決着をつけてくれても私はいいよ、いいよ、いいね、いいね。うわアシュラ、天童さんの背中もよく見たい。あれは何流なんですかね。赤と青でかっこよかったけど、でも拳はそんな効かない。どうぞ、渡瀬のねぶた祭り、どうですか、聞きますか。うわ、まあまあですね、まあまあでございますかね。キャッキャッキャッ、デリヘルバンバンじゃないと勝てないぞこれ。おー、いいのか、お金使っちゃうぞ。いや、アイスはどう、やっぱアイスがお嫌いなんじゃない。そのオーラを沈下させちゃうぞ。うわー、全然でございますね。なんかあったじゃん、電撃技見せちゃってよ、高一。電磁ストップの極み、あ、なんか
あ、ヘリコプター使う人？いいよ、味方だと大変ありがたい。いいぜ、お前誰だ？ありがとうな。部下かな？いいよ。いいよ、なんだこれ？なんか撃った。電撃。ああ、いいじゃん。なにこれ、どんな感じ。でもこんなもんだな。こんなもんだったりするかもな。うわあ、やって。でも半分は切ってる、大丈夫だ。削れてる。行こう、このまま行こう。このままいける。このままでいける。はあ、いや、形占らない。いや、そうだよな、電気以外が全然だもん。全然対処法が分からなんだ、なんかするの、今からなんかするの。ちょっと待ってくれよ、春日くん。ちょっと、どうしよう、メリケンだ、やばいな。本気っちゅうことですか。てメリケンサックかよ。まさしく鬼に金棒ってとこだな。あんな硬い外壁ガラスが粉々よ。もしあれで殴られたら死ぬぜ。死ぬかもしれんな。気を抜くなよみんな。やりそうだよな、一発 KO マジであるんじゃないかこれ。えっ、あっ、えっ、悪魔の予告。左腕を掲げた、天に掲げた。あいつ、え、何？なんか急にガード固めたぞ。わ、あれはガードと同時にパワーを貯めてるんだ。あ、すげえ。ガードが解かれた時でかいのが来るぞ。喧嘩博士ありがとう。いよいよ奥の手を出してくる。今から。天道の現役時代、俺はあのガードが破られたのを見たことがない。もし破れれば正気が見えるかもしれないのか。あくまでも可能性だけどな。少なくとも初めてのことで面食らうはずだ。ほう、やってみるしかないな。みんな今のうちに集中攻撃だ。今のうちに。でも防御上がっちゃってんだ。いい、あ、まあでも行くっきゃないのかい、行くっきゃないのかい。社長のお力をここで。うん、言うても500とかなんだよな。やっぱこのでかい技に頼るしかないんじゃないか。うーん、やっぱ電撃来る。悪魔の左だ。え、ナンバリやめて、やめ。おーおーおー、まあまあ、え、半分削られマッチングだね。なんだ、ちょっとサイコお弁当食べよう。はい、お弁当タイムです。 MP も体力もそうだね、今食べ時。ええ一気にジャストガードできて300削られた。ちょっと待ってくれよ。おい、どうしたらいい。喧嘩博士のナンバッチ。うわ、うん、マスターのお弁当で元気出た。みんな元気出たね。ゲームの予告。え、これもゴン攻めでいいの。大丈夫なの、大丈夫なのかしら。じゃあ行くわよ、行くんだからね。はい。地道だね、削ってるね。何リュウナ、アッパーが、うわうわ、いやいや、うわって。まあまあ、でも耐えられる攻撃だな。いや、でも見えている。神の右、心臓狙った。何が起こった。そんなにか。なんだったんだ。神の右、左の方が強い。左利き。わからんけど、もう攻撃して早くやっちまおう。こいつやっちまわないとやばい気がするぞ。まあ、ずっと思ってんだけど、みんなもそう思っているんだろ。また予告して。何回この予告を聞けばいい。怖いって。生かすなら生かす、殺すなら殺す。さあ、お願いします。回復は、まあ、いけ、あ、う、え、あ、あ、もう攻撃力をシンプルに上げておくのがもういいんじゃない。あら、みんな頑張るんだよ。ナンバー、耐えてるかもー、いって。地道にもう電撃でドーンです。大丈夫か、次ナンバーやられたら死んじゃうか。龍の舞、舞うぜ、今から舞うぜ。うわー、最後に舞うぜ。そうやってアピールしてんの。前、俺も舞えるよってアピールしてんの。わ、回復しとくか。ソングで、はい。ナンバもさっちゃんも、でもこのメンツが一番赤くるじゃねえか。最後にやったらでねえ、ごらうちの最後には。ギガスイングとかどう思う。どうなんですか。ダメですか。ダメですね、全然ダメです。まずは
いや、こうしていくしかなくないか。なんだ、防御しろってのか。うるせえわ、バカが。ほら、何度でも打ってやるんだから。何度でも、あ、右右、うわー、心臓。なんだなんだ、そんな強くない。俺の防具がなんだかんだいい技、え、俺の防具がなんかいい感じに作用してくれてるってことか。俺今何つけてるっけ。ごめん覚えてないわ、ごめん覚えてないわ。シンプルに打撃に強い防具とかつけてたのかな。身代わり石持ってる。いや持ってないな。今なんだ、何が起こってんのか分かんないけど生き延びています。我々は生き延びています。ありがとうございます。はい、よしよし、あとちょっとだ。もういいいい、もういける、いけてるいけてるよ。あなたに捧げます。どうぞこれでお戦いなさい、お戦いなさい。もういけそう、もうラストスパート。はい、予告されてます。いや、何も聞かない。俺は何も聞かないのか。だとしたらもう派手な技でゴンゴンに行きます。行こう。どうしてだよ、どうして聞かないんだよこの聖剣がよ。いい、あとちょっと右右、はい、心臓狙ってくる。ああ、そういうことか。一発 KO なんや。え、なんや、ちょ待って待って、あ、そうなんだ。え、じゃあなんで今まで春日くんは KO されなかったんだ。運が良かったとしか言いようがないのか。待ってくれよ、あ、神の右、やばい技だな、やばめの技だったんだな。あ、え、あ、ちょ待って、サイコいないとやばいか。ちょ、サイコ以外は出してみるか。ちょっと打って、いや、いけてるよ。わあ、どうする、サイコ復活攻撃、いやー違うな、この二人は攻撃させといた方がいい。ナンバチとアダチッチにはあがいててもらって、神の右またしてくる。あー、ちょっと早めに、この予告の後を右だよな。ちょ、やばいね、また消されたらやばかったりする。うわっ、ちょっぴってぴぽいよ。はい、もうぽいよです。踏んでんじゃないぞ、春日一番を言うの。でも、あー、3人じゃやっぱ気分、気分入れ替えるか。いや待って、サイコはいた方がいいか。戦闘不能の味方を救済しろ、救済しろサイコ、頼む、寝てんじゃないぞ、お願いだお願いだ、ありがとうありがとう。え、また予告した、右腕を掲げた、これ来るね、次来るね、来るね、来たね。お、防御する暇なく、暇なくだ。どれだけ体力残ってても一発 KO だ。マジで言ってんの。これは回復、いや、サイコが消され、いや、アダチッチ、アダチッチの死を無駄にするわけにはいかない。攻めよう、もう攻める、あとちょっとだ。ちょ、ま、予告した、予告してすぐ来る、すぐ右来る、右手がやばいんだよな、もう行くしかねえ。春日くん、全てはミレニアムタワーが悪い、こんな塔があるからいけねえんだ、消せ、コッパみじんだ、頼む、電撃だろ、消してくれよ、跡形もなく消してくれよ、頼むよ。これでも、これでも KO できなかったら、これで負けを認めざるを得ん、えんよ。どうですか天童さん、オッケーオッケー、なんか来たぞ、大したお、お、お、倒した、よかった、あぶねえ、オッケー。いや、何だったんだ、な、何がダメで何が良かったんだ。いや、ごめん、アダチッチ、本当にごめん、ちょ、長かったな。いや、サテライトレーザーをバチボコに決めてった方が効率は良かった。ああしんどい、まだ終わるんじゃねえぞ天童、最後にきっちりおやさんの分を受け取ってからくたばれや。もうボロボロだ。おい、まだ来るとかある？